こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会一宮支部です。今月のメニューはアスパラのそぼろあんかけです。ではまず何から。今日はアスパラからいきます。はい、でこれはですね、あ、これですか、うん、あ、ちょっとこれすごい、このアスパラ見てください、うん、元気がいいでしょ。元気がいい、見てください、これ大きい、うん、大きい、ね、これはどこの、これはですね、はい、阿蘇ではちょっと高齢地ですけど、はい、名産です。あ、もう、はい、これからが旬で栄養がいっぱい。わー、じゃあ阿蘇市ではたくさんアスパラが作られてるんですね、はい、下の硬いところはですね、はい、ピーラーでちょっと皮をむいて、はい、しておかないとちょっと歯に挟まるからですね、硬いとですね、はい、この3つか2つですね、はい、根元からするのは火の通り具合ですね、はいはい、お先の方が早いから、はい、下の方から入れます。あ、で、もう湯がきはもういいです。ざるであっちであげます。ざるで水切りします、はい、でこの場合はもう水かけて冷やさないようにですね、この方が水切りがいいですから、はい、あんかけになる材料ですかね。そうですね、はい、じゃあそれは どの材料でしょうか。と人参とパプリカですね、はい、それに椎茸、椎茸、はい、で玉ねぎ、玉ねぎ、はい、薬味に生姜、土生姜、生姜ですね。鶏のそぼろを作る。鶏そぼろ、はい、はい、で、はい、でもしこれで潰しにくかったらですね、はい、泡立て器でですね、こう寄せてこう作るとね、はい、ほぐれるんですよ。これをですね、はい、これ何でも使います、私は。本当ですね、はい、長年の料理してきた、何十年も料理してきた知恵ですよね、これ。はい、私もえらい教えてもらうけどね自分でキーッとこう変なことするけど考えてやるんですよ。そうですね、はい、やっぱお酒で、はい、お醤油で、はい、お塩です。はい、オイスターソースですね。オイスターソースですね、うん、ちょっとコクが出るんでしょうかね、うん、はい、そして混ぜ合わせます、はい、今度鶏のそぼろを入れます。はい、野菜炒めた後に、はい、まず、はい、これももう火が通ってますから、はい、椎茸の戻しと調味料ですね、はい、これを入れます、はい、はい、入れたらちょっと混ぜてですね、あんをかけます、はい、帯状にですね。本当だ。彩りがいいですね。緑に。ね、代々に椎茸のちょっと黒いのとですね、うん。アスパラのそぼろあんかけです。熱いうちにどうぞ。はい、できました。とても美味しそうです。はい、じゃあいただきます。いただきます。アスパラ甘いですね。甘いですもんね。うん、野菜は何でもですね、利用して入れられたらいいと思います、うん、でもこの生姜がちょっと風味がですね、効、うん、いてて、野菜の歯応えもあって、ぜひぜひ阿蘇市の皆さん作ってください。はい、作ってください。じゃあみんなせーの、作ってください。地産地消では阿蘇市で窯を開いてらっしゃる方に器を提供していただいています。阿蘇坊窯さんでは土に泥を凍らせ結晶模様を焼き付けたり、阿蘇の鉱物、植物の灰を使った器などを製作しています。